リノアの岡田さん、ご紹介いただきましてありがとうございました。キッチンカー事業をやっております、キッチンピコです。当店は北町一丁目、でうどんそばの店やぶすなを営業しておりますが、こちらの方のキッチンカーは、当店の別事業として今年の3月1日より開業させていただいております。営業場所といたしましては埼玉県内一円ということでやらさせていただいておりますが、メインで蕨市役所様の、ランチ営業を主に、やらさせていただいております。時には、狭山の方であるとか鶴ヶ島の方、あと深谷の方ですね、先般は熊谷の方で、蕨市がサポートタウンになっておりますエルフェン様のサッカーの試合の方で出店させていただきました。今度11月にもまた出店予定となっております。当店のおすすめのメニューといたしましては、キッチンカーの方ではしかやっていないメニュー、この豚丼ですね。こちらの豚丼がとても人気があります。こちらの豚丼のタレは、北海道の十勝の方から直接こちらの方に仕入れをさせていただいて、皆様に、美味しくお召し上がりいただけるようにキッチンカーの中で直火焼きをさせていただき、そのままご提供させていただいております。この他にも本物のいちごを凍らせて、カッターでスライスした本当の氷いちごミルクと、やぶすなの方でも大変人気のある牛すじカレーライス、不定期ですけどもハラミ串も販売させていただいております。キッチンカーの出店情報はインスタグラムややぶすなホームページなどで紹介しておりますので、よろしければチェックしてみてください。ちなみに10月6日日曜日には蕨市民会館で行われますウインクふれあい祭りに出店を予定しております。心を込めたお料理をお作りして皆様のご来店をお待ちいたしております。自分も作っております。お待ちしております。待ってます。次にご紹介するのは武銀通り商店街のタープさんです。タープさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。